シューって入って、この横ポジションに入り込んでから、いやどうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、ボールドマーカー7にスペゾー 3.9 積んできたんで、ウルトラハンコをとりあえずめちゃくちゃに発動していこうという動画回でございますね。ジブリナイスして頑張っていきましょう。ボールドマーカー多すぎこっちに3人もいますね。これがボールドマーカー祭りかと、春のボールドマーカー祭りが開催されているわけですけれども、さあウルトラハンコゴリゴリいきましょうか。もう無駄にウルトラハンコ使ってきたいんで、あそこにいますね、発動させましょう。はい、ダンダラダン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 って言いたいだけ落ちてるやん。サカとジェットパックの爆風でもしかして落ちた悲しい命でしたねでもさ、やっぱボールドマーカー何も強いし、スペースをこんだけ積んでるからね、もうエグいほどモリモリいけると思うんですよ。そこおるんだよな。あ、この人ここで倒しましょうか。はい、自分のやつありがとうございますと。だからデスしたくないんだよな。まあ、ウルトラハンコ発動中とウルトラハンコを発動させたら、まあ、デスは好き放題していいんですけれども、発動するまではデスでいけ。よし、サバタの、はい、タンタラタン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 チャージャーの格好の的めちゃくちゃ一瞬でやられてしまいましたね。で、香ばしいビーコン使わせていただきましょうか。もうやられても何のそのその、めげないめげないよ。めげた試合ね、終了やから。めげたしたしゃんって噛んでますけど、めげた瞬間から試合終了から。いかにウルトラハンコを使うかみたいな、そこのロマンを僕は追求してきたわけ。ここ、おんちゃん、あ、いけるぞ。圧力かけていけ。圧力ラグへ。ちょっとこうやってスライドとかしちゃったりして。よし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 、行くぞ。よし行くぞ。よし行くぞ、ターボや。やばすぎるやろ。いい感じに決まりましたね。ありがとうございます。ジブリナイスしときましょうか。これなんですよね、この狭い通路ゴリゴリ行くと。いや、もうトラップなんかもう僕がもう体を身をもってもう破壊させていくから大丈夫でございます。さあ、そこでデスしたらダメなんで一回帰って、でこう塗ってくれたらここ塗り塗り塗りに使えるからデスすることはないやろと思ったら普通に大きいデスしましたね悲しみやん、いうことありますけど。はい、じゃあ飛ばしていただきましょう。はい、人間イカビーコンの人、ありがとうございます。さあ、もうウルトラハンコのね、ほんまにバーゲンセールしたんですよ。ほんまに、ウルトラハンコマシーンになってきたわけ。あのボムラッシュめっちゃ怖いな、これ。ときめきボムラッシュがみ、あ、これ登ってきた瞬間試合は終了するんです。ナイスです。ありがとうございます。さあ、で、またこの辺塗り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 して、そっちに行きはったんで、ここにこうやって貼っといたらいいんでしょ。こうこうこう、完璧な読みやん。チャップの IQ3000 ぐらいあるわ。めちゃくちゃやばいやつやな。IQ3000 って信じるんやないかいうことあるけど、ちょっと噛みかけましたけど。さあ、また行きましょうか。はい、これこれこれ、ちょっとこのラインにこのコリ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 動かしながら、このコリ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 、なんか軟骨のように動かしながら、この軟骨プレイ、軟骨ウルトラハンコですよ全然キルできんかったけど、敵の人は引くしかないという完璧なボムも決まりました。ありがとうございますと。で、こっちゴリゴリ行きましょうか。これライジンでこうやってごまかしてごまかして、見られてんのかな。あ、おらんかな。あ、トラップトラップで終わるっていうね。まあ僕らしい1試合目ではなかったんでしょうか。ということで、いい感じですね。もうとりあえず、ウルトラハンコのも安売りですよ。バクウルトラハンコみたいな感じ。いや、もう超ウルトラハンコ。いや、神ウルトラハンコっていうぐらいね、ハンコいっぱいスタンプ状にパン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 できたんでね、僕は満足でございます。しかも結構濡れたんちゃう ?1900、いいやん。はい、もう一回タチウオパーキングでウルトラハンコ爆発させていきましょうか。という感じでございますかね。もう、はい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 。何がはいはいはいかわからんけれども、しっかり塗り塗り塗りにして自分にナイスしていきましょう。ありがとうございます。道譲ってくれてありがとうございます。ナイスもしていきましょうか。まあ、多分一瞬でウルトラハンコ溜まるでしょうね。ここも塗り塗り塗り塗して、ああ、もう溜まりましたね。ウルトラハンコを投げまくるっていうパターンもありなんですけどね。ローラーズとかもやばいですやん。まあ、でもこう、バレんようにさ、シューって、バレんようにシューって入って、この横ポジションに入り込んでから、いやーインカーまで、吹っ飛んでウルトラハンコ持ったまま落ちるという神プレイが。いいプレイが起きましたね。じゃあ、ナイスをしていきましょうか。ほんで僕は一生懸命ウルトラハンコを貯めるという作業に入っていきたいと思います。さあ、はい、よいしょ、オッケー、グーグル。さあ、大丈夫かな。横から行きたいよ、横から。横からのウルトラハンコ、ほんまにもう車の高速道路みたいになってる。あ、これはいける、オッケー、ジブナイスありがとうございます。今後ろおらんかったか、大丈夫か。あ、そこおる、そこおる、ここいますわ。ナイス、ありがとうございます。と、こういうことね。ローラーの人とか、あ、大丈夫やな、まだ振ってけえへんな。あ、ちょっとやばいよ、なんか射程長い。何何何、ボムでも添えとく。当たんちゃう、ボム。惜しいんじゃね、ワンちゃん。あ、
はぁ、エローと。今めちゃくちゃスクイックリの人になんか射抜かれるビジョンが見えてしまったんでね。そういう時はもうすぐにごめんなさいしてね、退却するのが、ね、一番やと思います。あ、これはやばいな。ボム、ボムじゃない。ローラーはやばい。あ、これいけるぞ、これ。ダンダラダン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 。誰もおらんけど、誰もおらんけど、誰もおらんけど、ナイスボム。さあ、どんどんプレッシャーかけていきましょう。ほんで、ウルトランコここで終わっちゃうんですよね。あー、やばい、やばい、いけた。結局やられとるやん。圧倒的バリアブルローラーマルフォイのインクリオでやられてしまいましたね。でも味方じゃないですね、ございますと。順調なんだよな。で、僕ちょっとぬりぬりぬりぬが甘いところでもこの辺ピーって塗りながら行って、ウルトラハンコまた試させていただきましょうか。はい、ぬりぬりぬりぬぬりぬりぬりぬ、あ、意外とこういうとこ濡れてませんや。いい感じですね。ぬりぬりぬりぬぬりぬりぬりぬからのこのコンペイトボムで1キルトルみたいなね、感じが大事だと思うけど、ローラーの人の上振りやばいな。これまたデスすっちゃん、これ。マルフォイね、ほんまインク量結構エグいからな。あんでそこにプライマー、ボム、あ、惜しいな、刺さる？いつか刺さるんちゃう、でも。あ、これも近づいてきてくれたら。あ、いや、ちょ、怖いな。使いたいな、使いたいな、使いたいな、ボム。あ、決まった、いいえ、ありがとうございます。ほんで、おった？おるくない？どこどこ？あ、そこあんな、そこ。お、ナイス、味方さん、ありがとうございます。じゃあ、こっち、シューって言って、シューって言って、この横で、ここ、この、ここの、ここの、このチャップロード、チャップのウィニングウルトラハンコロード。はい、決まりました。逃げられそうやったら、ウルトラハンコン投げとくと。いない。もうすでに、そこには、うわぁスイックリンの人おらんかったけど、気づいた時には、マルフォイがいたと。まあ、ちょうど緑色でスリザリンっぽい色ですね。これにぬり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 してナイスして終わりましょうか。これ買ったでしょ。え、ウルトラハンコのこの何レーシング、ウルトラハンコレーシング、いや、もうむしろなんやろうな、ウルトラハンコカートみたいな、某マリオなんちゃらカートのパクリみたいな、この遊びこれ強いぞ。あと通路が狭いタチウオパーキングとかさ、めっちゃ相性いいですね。さあ、最後ショッツル鉱山でウルトラハンコ鉱山してね、いっぱいいっぱいなんかダイヤモンドとかサファイアとかエメラルドとかいっぱいお金になりそうな鉱石をね、ウルトラハンコの方で掘り出していきたいと思います。さあ、意味のわからん自分にナイス、頑張っていきましょうかね。まあ、ウルトラハンコもゴリゴリ投げまくる作戦もやってみたいけど、まあ今回はとりあえずまあもう丸出しで歩きまくってやられるというパターンでいきましょうかね。さあ、行きましょう、ウルトラハンコ。はい、ジャンタラジャン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 じゃん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 。いつまで来んねん、ウルトラハンコって多分思ったでしょうね。そんな自分にナイスしましょうか。でも、あの、イカで潜伏したり、あの、海底を入れたりして、あの、おしゃれなウルトラハンコの使い方した方が、ウルトラハンコを上手に使うという点ではいいんでしょうけれども、僕はそんなプレイはもう捨ててます。もう今回はもうその人のまま、このガン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 ハンコのまま、堂々と空をね、自由に飛ぶ鳥のように、鳥のようにね、跳んでるけど、僕はもう鳥のようにウルトラハンコを使いたいんですよ。僕はもう今日は鳥になってますから、見てください。ベルトコンベアを一生懸命逆走してたらチャージャーに抜かれるってね。多分お尻ら辺を抜かれたら、あの、一瞬でパラパラにされるんでしょうね。なんで、あの、頭隠して尻チャップ現象にならないようにウルトラハンコ中はね、注意してください。だから、あの、イカ速度が使って、あの、いい感じにごまかしたりするんでしょうね。そしたら、あの、ウルトラハンコ中でも、あの、デスの率が下がると思うんですよ。ただ、そういうことは僕はしませんけどね。やっぱ正面から行きましょう。このイノシシのように、この正面から、このベルトコンベアにも負けない、このキルよ。素晴らしきかな。あ、書いてあったな。お、え、味方の子、びっくりしたやん。味方のスーパーチャップ、めちゃびっくりしたけれども、まあ、絶好調というところでしょうかね。そうそう、これがやりたいんですよ。このイノシシなんですよね。僕はもうイノシシ系ですよ。感じしまったけども。犬付けチャップっていう名前で今回からね、活動させてね、いただきたいと思うわけですけど、ああいうチャージャーの人にあの、ウルトラハンコでぶん投げたってもいいんですけど、まあ、それはしないで、ちょっとウルトラハンコ、ここのベルトコンベアでエクササイズしながら、こっちから確実にこう挟んでいくみたいな、そういうロマンがありますね。今のあの、僕のウルトラハンコのこの軌道に敵の人がさ、ちょっとずれてさ、キルできへんかった時点でデスすんなと思った。ああいう時こそ回転とかイカ速を使って軌道修正したら、あの、うまいこと、あ、うまいウルトラハンコの使い方だねってね、あの、褒められると思うんで、皆さんはそっちの方を押してください。皆さんはそっちのいいプレーをね、してね、味方の人にね、貢献してあげてくださいね。今のギリギリセーフやったな。あの、ウルトラハンコの人もやりたいんやけど、そこにもおる？そこにも。ちょっと、下に降りてきてほしいんですよね。下に降りてきた瞬間、もう僕の勝ちは決定する。あ、降りてきてる、降りてきてる。はい、じゃんじゃらじゃん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 。はい、しっかりよく見て。はい、しっかりよく見て。はい、しっかりよく見て。しっかりよく見て。この小回り。
やっぱりこれ脇腹とお尻がねチャップになったらもう終わりなんですよ。頭隠して横腹チャップと頭隠して尻チャップになった時点で試合は終了するという。でダンゴムシがそっとこうダンゴムシ太郎がおるんでこっちかなこっちかなこの辺でシュッてやってここキル取ってきましょう。ありがとうございます。まあ楽しいウルトラハンコライフがお送りできましたね。いい感じにフィールド荒らせたと思います。いやめちゃくちゃ楽しかったんで皆さんも今日からウルトラハンコ使いまくってみてください。ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ではバイバーイ。